ポケットモンスターポケットモンスターブラックホワイトポケットモンスターブラックホワイトは2010年9月18日に株式会社ポケモンより発売された任天堂 d DS 用ロールプレイングゲーム過去の作品と同様に登場するポケモンの種類や出現率ポケモン図鑑の説明文などに多少の違いがあるパッケージを飾るポケモンはブラックがレシュラムホワイトがゼクロム ゲームフリーク取締役開発部長であり、本作のディレクター増田淳一は、このゲームによって、ポケットモンスターは、革新的に生まれ変わると語っている。今作では、特に、シリーズ第一作、赤、緑を、かつてプレイした世代を含む高めの年齢層に、訴求した設定、演出に重点を置いており、テキストの漢字表記導入のほか、 公式イラスト等での主人公をはじめ登場人物は、等身が伸びたデザインとなり、ややシリアス寄りのストーリー展開を盛り込んでいる。マスダは、どうしても中学生から、高校、大学へと上がっていくと、ポケモンを卒業してしまうケースも少なくなくて、それがすごく悔しかったんです。そこで、もし自分だったら、どうすればずっと遊び続けるのか ということをじっくり考えてみたんですと語っている。また本作は、ダイヤモンドパールに続く、シリーズ初の同一ゲーム機での2作目の完全に新作となる。制作スタッフは、テーマとして、多様性というメッセージを本作品に込めており、今回のジムリーダーをはじめ作中で様々な人種が、登場するほか、序盤に選択するポケモンの最終形態がそれぞれは、よう、 中の3つの文化を象徴したいを持つ。新たに156種類のポケモンが加わり合計649種類となったが、エンディングを迎えるまでは、ナンバー495から644のポケモンのみ登場する。一種図鑑に含まれないポケモンは、エンディング後に一部が出現する。その他のポケモンを入手するには、ダイヤモンドパールプラチナハートゴールド。 ソウルシルバーからポケシフターで連れてくるかポケモングローバルリンクを利用する必要がある。ただしエンディング前でも通信交換やポケモングローバルリンクを利用すれば一種図鑑に含まれないポケモンを入手できる。なお、バージョン限定ポケモンと幻のポケモン以外に本作は劇場版関連イベントでしか直接入手できない通常ポケモンとしてゾロはゾロアークが存在する。 一種地方のカノコタウンに住む主人公と幼馴染みのチェレン、ベルはポケモンの研究をしているアララギ博士から初めてのポケモンをプレゼントされ彼女からポケモン図鑑を完成させるために旅に出てほしいと頼まれる彼ら3人はその頼みを引き受けポケモントレーナーとして一種地方を巡る旅に出る旅の途中人々に 人間からポケモンを解放すべきと解く謎の組織プラズマ団との衝突独自の価値観からポケモン解放を目指す謎の人物 N との出会いを経て彼らとポケモンと人間のあり方をめぐり壮大な戦いを繰り広げていくこととなる時間軸はロケット団や銀河団が壊滅した後ということ作中の登場人物のセリフやゲスト出演のキャラクターから金 銀、ダイヤモンドパール、プラチナの後であることがわかる。また、ダイヤモンドパール、プラチナのストーリーは、プラチナの展開で進んだことになっている。今までは固定されていた画面が常に、カメラワークで動くようになり、立体感あるバトルが展開されるようになった。また戦闘中のアクションが追加された一方で、登場時の独特なリアクションは廃止されている。 さらに戦闘中に発動した特性のタイミングが分かりやすくなり、画画面で天候の状態を確認できるようになったほか、自分のポケモンの残り HP のゲージが赤になると警告音が鳴るだけでなく、BGM も変化するようになった。これは野生、トレーナー、ジム戦など例外なく同じ BGM である。また、ジムリーダー戦では相手のポケモンが残り一体になると、 BGM が変化するという演出も追加されている。経験値に関しては倒した相手ポケモンのレベルに比例していた従来とは異なり、自分と相手のレベル差に比例して経験値が増減するようになった。戦闘時にポケモンがモンスターボールから出て地面に着地する際そのポケモンの重さによって地面の揺れ方や音が違ってくる。 重さが 50kg 未満の場合は静かに着地。50kg から 150kg の場合、小さく、音を立てて、地面を揺らして着地。150kg 以上は大きく、音を立てて、地面を揺らして着地し砂ぼこりが舞う。空を飛んでいたり浮遊していたりするポケモンは着地せず、水生生物系のポケモンも浮かんで着地しない。また、ディグダダグトリオの2種類は、 最初から地面に着地した状態で登場する。赤外線通信に対応し、ポケモンセンターに行かなくても通信が可能になった。手持ちボックスを問わず交換が行える。従来通りポケモンセンターにある、ユニオンルームでの通信も可能。ポケモンバトルレボリューション、みんなのポケモン牧場、ポケモンレンジャーシリーズおよび、ハートゴールド、ソウルシルバーに付属していた、ポケウォーカーには、 ひた用ポケモングローバルリンクは、ブラックホワイトとウェブサイトを連動させて遊ぶ、新システム。Wi-Fi 通信を用いて、レポートをサーバーにアップロードし、パソコンからウェブブラウザを用いて、サーバーにアクセスすることにより、ブラウザゲームの容量でプレイする。ブラックホワイトを購入していなくても、体験版として一部のコンテンツに参加することができる。体験版も含め、 参加には、ポケモン大好きクラブへの会員登録が必要である。2013年7月1日に、XY 版 PGL が発表。同時に、BW 版 PGL が、同年10月のメンテナンスを皮切りに、順次サービスが停止することが発表され、2014年1月14日に、サービスは、完全終了した。 サービス終了後は眠らせたポケモンを起こすことのみが可能となっていた。同年5月、DS 向けの Wi-Fi サービス終了に伴い起こすこともできなくなった。また、BW 版 PGL をプレイしていたユーザーは、XY 版 PGL でポケマイルや特別なメダルが付与される。今回から、舞台のモチーフが外国になった。 当作品の舞台である一種地方のモチーフはアメリカのニューヨーク及びその周辺である。ポケットモンスターブラック2ホワイトには2012年6月23日に株式会社ポケモンより発売された Nintendo DS 用ロールプレイングゲーム。前作同様、登場するポケモンの種類や出現率、ポケモン図鑑の説明文などに多少の違いがある。 パッケージを飾るポケモンは、ブラックにでは、ブラックキュレム、ホワイトにでは、ホワイトキュレムというフォルムのキュレム。なお、ポケットモンスターシリーズ本編のゲームで、ナンバリングが付与されるのは初である。シリーズでは、すでに新機種が発売された中で、旧機種対応のソフトとして、発売となった。この時期になって、DS での発売となった理由として、増田純一は、 ポケモンをコミュニケーションツールとして考えていて、コミュニケーションツールでお互いに遊ぶためには、多くの人が同じハードウェアを所有していることが重要であるからと語っている。連動する Nintendo 3DS 用ダウンロードソフト、ポケモン AR サーチャーも同日配信開始された。これまでの追加バージョンは、シナリオの追加、変更などのマイナーチェンジ版だったが、 本作は続編として新規のストーリーとなっている。システム面では過去のマイナーチェンジ版のように対戦や育成を意識した追加要素が目立つ。最初の3匹は前作ブラックホワイトと同様スター・ジャー・ポカブ・ミジュマルとなっているが主人公や対戦するジムリーダーの一部が変更されているほか 新規マップが追加されたり、過去のマップの一部が削除されたりしている。発売初週2日間の発売本数は、約156.1万本を記録し、DS 専用ソフトでは、歴代3位となる初週売上げとなった。Nintendo 3DS 発売後では初めてとなる、DS ソフトのミリオンセラー作品。Nintendo 最後の DS パッケージソフト。 またポケットモンスターシリーズで 2D ドットを用いた最後の作品でもある。前作から2年後の物語となっており、母の友人である荒あ木らら博士にポケモン図鑑の完成を依頼された。主人公はベルからポケモンを渡され、シティから一種地方を巡る旅に出る。同時に幼馴染みの少年もライバルとして旅立った。本作では、 前作と異なる形であるが、ポケモンと人間の共生をテーマに話が進行する。また、前作同様トレーナーの成長についても描かれている。フォルムチェンジ本作の発売に合わせ前述したキュレムの、ホカランドロス、トルネロス、ボルトロス、ケルディオ、メロエッタのフォルムチェンジが公表された。ただしメロエッタ以外は、前作との通信対戦での表示画面では、 オリジナルのフォルムで表示されるほか、交換する際は、オリジナルのフォルムに戻す必要がある。ポケウッド新施設、ポケウッドでは、自分だけのオリジナル映画を作ることができる。立ち脇シティジムまでクリアするといけるようになり、ストーリー上では必ず一回は、撮影に参加することになる。撮影した映画は、上映会で見ることができ、最大8つの映画を保存できる。アクション映画、 SF 映画などの様々なジャンルの映画が用意されており、撮影形式は通常のポケモンバトルと同じであるが、それぞれの映画に台本が用意されており、台本を確認しながら映画を撮影する。映画の展開は選んだ技とバトルの結果に加え、特定のシーンで主人公のセリフを選んだ結果で展開が変わる。上映会で公開された映画の内容は撮影の。 結果によって違い、台本通りに進めることで成功パターンになるが、撮影中に間違った展開になると失敗パターンになる。これに加えて、台本とは少し変わった展開で進めることでカルトパターンになる。撮影できる映画は全12種類で映画によって3から4つの続編がある。選べる映画はストーリーを進めたり、 映画を成功パターンにし続けたりすることで増えてくる。また、撮影できるポケモンは、最初あらかじめ用意された、レンタルポケモンであるが、一度その映画を成功パターンか、カルトパターンにすることで、手持ちのポケモンで撮影できるようになる。レンタルポケモンは映画によって、レベルや技が固定されているため映画を簡単に、撮影することができるが、 手持ちのポケモンになると、レベルや覚えている技によって難易度が大きく左右される。ポケモンワールドトーナメント過去のシリーズに登場した、ジムリーダー、チャンピオンとの対戦が行える施設。ゲーム本編上では一部において、PWT と表記されている。子供エシティジムまでクリアすると行くことができ、ストーリー上では必ず一回は参加することになるが、この時点では、 ほどもえトーナメントなど一部のルールしか参加できない。エンディング後に各地方のジムリーダーと対戦できるリーダーズトーナメントに参加でき、さらにある条件を満たすとチャンピオンズトーナメントに参加することができる。また、Wi-Fi 通信を利用することで特別なトーナメントをダウンロードができる。8人のトレーナーがトーナメントで対戦するというもので、ルールとしては、 ポケットモンスターエメラルドのバトルフロンティアにおけるバトルドームに近いリーダーズトーナメントなどで対戦する相手はランダムだが参加させるポケモンの一番手が苦手とするタイプを得意とする相手が初戦で当たりやすい傾向があるジムリーダーやチャンピオンにはエースのポケモンが設定されておりそのポケモンを必ず最初に繰り出してくるなお一部のルールでは レシュラムやゼクロム、キュレムなどバトルサブウェイや過去のシリーズにおけるバトルフロンティアで参戦不可能なポケモンが使用できる。一種地方以外のジムリーダーとチャンピオンのグラフィックは過去の DES シリーズのものを若干変更したもので方園地方の人物のみ新規のグラフィックとなっている。また戦闘時の BGM は各地方の BGM をアレンジしたものになっている。 優勝すると、バトルサブウェイ同様に BP がもらえるほか、途中で敗退しても、景品として、教え技を習得するために必要な4色の欠片を、もらうことができる。フェスミッションハイリンクで遊べる、新しい機能。遊べる人数は、無制限となっている。前作は指定された、範囲内でかつ他のプレイヤーがいないと、ミッションに参加できなかったが、本作では、 どこでも参加できるようになり、一人でも遊ぶことができるようになった。選べるミッションは、好みやアイテムなどの探索、特定のトレーナーのバトルなどの様々なミッションが用意されており、難しさを3段階まで遊べる。また、一部のミッションはバージョンによって違う。ミッションに決められた条件をクリアすることで前作と同じくデルタマがもらえるが、ミッションの中には、 デルタマ以外のアイテムを入手することがある。また、ミッションで獲得したアイテムはそのまま手に入る。ジョインアベニューライモンシティの前にある大通りの場所。すれ違い通信や Wi-Fi 通信などの様々な通信関連を行うことで、通信した相手が通行人として登場し、話しかけることで店を開いてくれたり案内して人気を上げることができる。 開けるお店は全部で8種類となり、開けるお店は ID などによって決まる。お店は人気を上げることで、ランクが上がっていき、ランクが高いほど品揃えが増えて、値段が安くなる。また、お店の人気を上げ続けることで、ジョインアベニュー全体のランクが上がっていき、ランクが高くなると賑わいやすくなってご褒美がもらえる。一種リンク条件を満たすと、 手に入るキーで様々なモードが切り替えられるキーシステムブラックホワイトと通信することで前作に関係したイベントが追加される思い出リンク任天堂 3DS ダウンロードソフトのポケモン AR サーチャーと連動できる任天堂 3DS リンクの3項目が選べるキーシステムはゲーム内に条件を満たすことで難易度の変更ができる難易度選択 前作ではバージョン限定であったブラックシティとホワイトフォレストを切り替えられる街の変更、地底の遺跡につながる部屋を変更できる不思議な扉の3つが選べる手に入るキーはバージョンによって違い単体では全てのキーを手に入れることができない全てのキーを入手するためには違うバージョンで手に入ったキーを通信で受け取る必要がある思い出リンクは 通信機能で、ブラックホワイトのデータを引き継ぐと、前作に登場した一部の人物の手持ちポケモンが変化したり、イベントが追加されるなどの特典がある。任天堂 t e ー d 3DS リンクは、任天堂 t e ー 3DS ダウンロードソフトの、ポケモン AR サーチャーで手に入れたポケモンとアイテムを、本作に転送することができる。転送するには、 ポケモン AR サーチャーのゲーム内にある転送機能で本作のソフトを差し込んだ状態でデータを一旦送る必要がある。そのため転送せずに Nintendo 3DS リンクを行っても手に入れたポケモンとアイテムを受け取ることはできない。黒のマテンロ白の起動エンディング後に行くことができるブラックシティとホワイトフォレストにあるポケモンバトル修行の場で ブラック2では、ブラックシティに、黒のマテンロホワイト2では、ホワイトフォレストに、白の軌道となっている。10個のエリアで構成されており、それぞれのエリアのボストレーナーを倒すことで次のエリアに、進むことができる。ボストレーナーのいるところのゲートは閉じられているため、そのゲートを開けられる、ゲートトレーナーを倒す必要がある。バトルサブウェイや、 ポケモンワールドトーナメントなどとは異なり、回復アイテムや技マシンが使えないことを除けば、道路やジムでトレーナーと対戦するときと同じで、ポケモンを倒すと経験値をもらえるほか、相手トレーナーに勝利すると賞金をもらえる。そのエリアで得た賞金はリタイアした場合には、全額没収される。一回のバトルごとにポケモンを回復させることができない。 ため、ポケモンを回復させるためには、すべてのフロアに一人だけいる、ドクター、または、ナースとバトルして勝つ必要がある。ルールとしては、ポケモンコロシアム、ポケモン XD の、シマリオモードにおけるバトルさんとほぼ同じだが、フロアにいる、トレーナー全員と戦う必要はないなどいくつか、異なる部分が存在する。メダルシステムトレーナーが条件を達成すると、メダルがもらえる。 これを集めるメダルラリーが一種地方で行われている。これはポケモンを何匹ゲットしたかや何人と対戦したか、フェスミッションで何人と通信したかなどのようなもののほか、何もないゴミ箱をひたすら砂取る戦闘で跳ねるを使用するなどのような特殊な条件のものまで多種多様なものとなっている。集めたメダルのうち一つはトレーナーカードに表示することができる。変更点。 ブラックにホワイトにの紹介スペシャルムービー。アニメーション制作はアニメ版と同じオルムチームかと。キャストスタッフポケットモンスターブラックにホワイトにに関するカテゴリー。ありがとうございます。